YouTube で黒チャンネルという動画もやってます。一応バスプロの黒田健志です。で今回はね、シマノの、ブースということで、まあモデルチェンジ、フルモデルチェンジしたゾディアスについてちょっとだけね紹介させていただこうかなと思うんですけど、まあ今回ね一番の特徴はカーボンモノコックグリップっていう、今までねポイズンシリーズに採用されてたような、まあ比較的なんていうんですかね、グレードの高いロッドに使われてた、グリップを使われてます。まあこれによってね当然軽量化がされて、まあ同時に感度も良くなるよっていうのが、まあ大枠の今回のゾディアスなんですけれども、その中でね、まあ特にまあ面白い、まあ皆さんにちょっと知ってもらいたいなっていうのが、7フィートのミディアムアクションのグラス 170MG っていうのが、ゾディアスにあって、まあ全モデルなんで初代ですね、ゾディアスの中で一番出た、グラスロッドだったんですが、それの2ピースモデルが出ます。で、まあ、それだけでもちょっと面白いんですけど、僕は今回この 170MG に関しては、シマノにもすでにオーダー、まあ、まあ自分の手元に来てるのもあるんですけど、オーダーしてるんですけど、ワンピースは1本もオーダーしてないです。で2ピースだけ3本オーダーしました。まあどういうことかっていうと、今回のこの 170MG に関しては2ピースの方が僕はですね完成度が高いと思います。で、まあ、スペック見てもらったら分かるんですけど、そもそもの重量がこっちの方が 10g 以上軽くなってます。で基本的なアクションは全く一緒です。なので従来のね、あの 170MG、まあ、よく売れたロッドなんで持ってる人すごい多いと思うんですけど、もし持ってる方は特にこの2ピースがどれぐらい今回進化してるか、まあ当然ね先ほど言ったようなカーボンモノコックグリップもそうなんですけど、特にこの機種に関してはブランクスの方も、まあどんだけ変わったかっていうのを各所およびまあお店なんかで触ってもらえたらいいかなと思います。ちなみに2ピースということで、はいはい、上と下のブランクスってカーボンの浮遊率とかって一緒なんですか？そうですね、よくね2ピースっていうと、まあ、ワンピースをぶった切って半分に真ん中についてるだけって思ってる方非常に多いんですけど、まあ、シマノの場合は基本的に全く違うロッドを作ってます。まあ、アクションっていうのは基本的に寄せてはいるし、同じアクションにするようには作ってはいるんですけれども、全く違うロッドだと思ってください。なので今言われたようなちょっとしたカーボンの量、まあ逆に言えばグラスの量ですよね、とかっていうのは全然違いますし、当然ね2ピースなので、シャープ1とかシャープ2とか言われる、まあ上側と下側、ヒップ側とバット側で全然違う仕様になってるので、もうこれはね本当に触ってもらうのが一番かなと思います。ちなみに黒田プロはこの、はい、170M の G の2でどういうのでテスト繰り返されたの？そうですね、まあ、別にこの機種に限った話ではないんですけど、はい、70の M のグラスっていうのは基本的に、まあ、クランクベイトを投げることが多いんですけど、例えば、何かな、まあ、4分の1オンスぐらいの軽いものから、まあ、皆さんがよく使うようなワイルドハンチとか、まあ、4分の1オンスだったら例えばグリフォンとかかなぐらいからワイルドハンチで、大きいのでいくと、1オンス弱、21グラムとか、はい、それぐらいのウェイトのグラスまで全然、はい、クランクまで全然いけちゃうので、もともと守備範囲が非常に広い、全モデルからですね番手にはなってる。だからまあ逆に言えば人気があるよっていうロッドですね。スピニングモデルで特に作った機種とかってもあったりする？スピニングは正直今回は新規で起こしてるのはそうだな、例えばこれ僕の話じゃなくなっちゃうんですけど、はい、同じくさっき言ったような笹和真プロっていう、一緒に島のチームの笹プロいるんですけど、はい、が彼もね当然僕と一緒でバンタムだろうと、エクスプライズだろうと、まあ、ゾディアスだろうと何でも使えるんですけど、彼がその中で選んでるのはライトリグ中心に選んでるので、ね、264UL のソリッドティップですね。最後の S はソリッドティップの S なんですけど、はい、彼多分これで何百万稼いだのか知らないがありません。で彼も言ってるんですけど、今回やっぱこういったライトリングに使うロッドって当然、軽くなる、ロッド自重自体が軽くなるってもうメリットしかないから、まあ当然彼はこれから先もこのロッドで稼ぐと思いますし、たった1万円ちょっとのロッドなんですけど、まあ一応国内ねトップシリーズで戦ってる僕とかサッサキとか、あと深井プロ、あとメジャーリーグフィッシング出てるような深井プロもゾディアスすごい愛用してるので、まあ安いからまあそれなりなんだろうっていうのは、まあ、ゾディアスに関しては当てはまらない、まあそれを一番、まあ、体現してるようなロッド、はい、まあ、めっちゃ多分彼これで稼いでるからロッドかなと思いますね。
で、これ2ピースもラインナップあります、ね、はい、はい、黒田プロのマネーロットっていうと僕はね、そんなマネーを稼いでないからあれなんですけど、まあ、あとは、はい、なんかあるかな、まあ、僕巻物したりするのが多いんで、さっき言ったような MLG とかもそうなんですけど、例えばあの関東だからあの房総のリザーバーの釣りとか人気あるフィールドが多いんで、そういうとこでこれなんかぴったりじゃないなんていうのがあれば、あと僕も含めて、え、本当にない、あったなんですけど、あとね、僕、はい、あれなんですよ、ソルトの釣りも結構するんです、はい、で、その関係もあって今回ね、270M っていうロットの、はい、2ピースモデルが、まあ、2ピースっていうかこれそもそも1ピースもなかったんですけど、はい、270M なんで7フィートのミディアムアクションのスピニングです、はい、で例えばね、僕あのソルトもやるんであれなんですけど、ボートシーバスとか、まあ、まあちょっとしたエギングとか、そういったね、そのまあ本当はソルトなんですけど、うん、ソルトでも使えるっていうのと、まあ、結構硬いロッドなんですよ、7フィートのエギングで、はい、なんでまあ P ライン巻いてちょっとカバー周りを使うようなのにも多分、まあ、ボスハントのリザーバーとかですね、はい、まあ、に使えるっていう機種が、まあ、今回数少ない追加機種、多分 2,3 本しかないんですけど、その中の1本としてラインナップされるんで、これは結構面白いと思います。このやっぱ波継ぎで美しいですね、この継ぎ目なんか。あ、そうですね、全然自然な感じで、これは結構、まあ、いろんな釣りする人も、あと海外行く人とか、はい、うん、あのバスだけじゃないよっていう人にも結構おすすめな、うん、あのトーナメントではちょっとそんなにたくさん使うかって言われたらあれなんですけど、まあ、僕の中で の, あの釣り竿として、車の中に1本は畳んで積んでおきたいなとか、そういうジャンルのロッドだと思います。すいません、はい、ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。